クリス・トーマス・キングは、米国ルイジアナ州バトンルージュ出身のシンガー、ミュージシャン、俳優。父親は、ブルースギタリスト、シンガーのタビー・トーマス。トラディショナルなブルースから、ヒップホップ的なアプローチまで、幅広い音楽性を持つ。また、映画、オー・ブラザーに出演するなど、俳優としても活動している。1964年、バトンルージュに生まれる。 小学校6年生の時、トランペットをはじめ、そのゴまもなく、ギターも弾くようになった。1986年、クリストーマス名義でアンフーリーレコードより、アルバムザ・ビギニングでデビュー。ここでは、すべての楽器を彼自身が演奏した。1997年のアルバム、クリストーマス・キングからは、芸名としてクリストーマス・キングを名乗るようになる。 2000年公演兄弟制作の映画、オーブラザー。で、ブルースマンのトミー・ジョンソン役を演じる。これをきっかけに俳優としても活動するようになった。他に出演作品としては、レイ・チャールズの電気映画、レイ・レイ・ビム・ベンダース監督の、ソウル・オブ・マン、スティーブン・セガール、アイザック・ヘイズらと共演した、サスペンス・ライジン・ライジンなどがある。また、オーブラザー。 絵の出演の翌年、戦前ブルースをテーマにした作品ザ・レジェンド・オブ・トミー・ジョンソン・アクト1・ジェネシス 1900S-1990S をリリースした。2009年、アルバムホームをリリースし、ジャパンブルースソウル・カーニバル出演のために初来日を果たした。ありがとうございます。